はい、カシーさんどうぞ。ありがとう。こんにちは、ティム・クックです。Have you ever noticed that no matter how much time you spend making plans, you always end up changing them? The hardest thing for guys to plan are first dates. First, you have to find a day and a time that's good for both of you. Then you have to choose an activity that you hope she'll like. A movie seems like a good idea on the surface. Everybody likes movies. But then you have to decide which movie. If you choose a bad one, she might doubt your judgment, a sure sign the relationship is doomed. Then you have to figure out when to pick her up. If you're too early, you could make her nervous while she's getting ready. And if you're too late, well, there's that judgment thing again. Oh, the dating years. じゃあ、これを見てください。太田さん。はい。冬休みは明日からですね。ああ、そうですね。これ。何ですか？映画のチケットです。どうぞ。いつですか？明日です。明日？ああ、すみませんけど、明日はダメです。明日買い物に行きます。ああ、そうですか。じゃあ、これ、どうぞ。何ですか？コンサートのチケットです。いつですか？12月22日です。ああ、22日ですか。すみませんけど、22日もダメです。パーティーがあります。ああ、そうですか。じゃあ、26日は。すみませんけど、ダメです。親戚のうちに行きます。じゃあ、28日は。ダメです。スキーに行きます。皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さん、冬休みはもうすぐですよ。それから、これを見てください。いらっしゃい冬休みツアーがありますよ。You've all been doing so well in your 日本語 studies. I thought we'd plan a little getaway. はい。But before you go packing your bags, we first need to plan a travel itinerary.
12月26日にフロリダに行きます。We're flying to Florida on the 26th and coming back to Georgia on the 31st. Now let's plan our schedule in between. じゃあ、皆さん、これを見てください。これはドライブです。ドライブに行きます。じゃあ、皆さん、何ですか？買い物。はい、買い物です。買い物に行きます。じゃあ、何ですか？パーティー。はい、パーティー、パーティーをします。じゃあ何ですか？映画。はい、映画に行きます。映画を見ます。じゃあ、おー、何ですか？勉強。はい、勉強をします。そうです。じゃあ皆さん、何をしますか？ドライブに行きますか？買い物をしますか？買い物に行きますか？パーティーをしますか？映画に行きますか？映画を見ますか？勉強をしますか？じゃあ、クリスティさん、27日に何をしますか？ドライブに行きます。あ、ドライブに行きますか？はい、じゃあ皆さん、いいですか？はい、はい、はい、じゃあ27日にドライブに行きますね。じゃあ、フランコ君、28日に何をしますか？映画にします。あ、映画に行きます。に行きます。あ、そうですか。映画に行きますか。じゃあ、皆さん、いいですか？はい。はい。はい、じゃあ、28日に映画に行きます。じゃあ、スーザンさん、29日に何をしますか？買い物に行きます。あ、はい。買い物に行きますね。じゃあ、皆さん、いいですか？はい、です。はい、じゃあ、29日に買い物に行きます。じゃあ、アダム君、30日に何をしますか？パーティーをします。パーティーをしますか？はい、わかりました。皆さん、いいですか？はい、はい、じゃあ、30日にパーティーをします。27日にドライブに行きます。28日に映画を見ます。映画に行きます。29日に買い物に行きます。30日にパーティーをします。これはいいですね。これはいらっしゃい冬休みのスケジュールです。勉強しません。それから忙しいですね。 Almost as busy as this girl's schedule. 見てください。太田さん、冬休みは忙しいですか？ああ、ダメですね。冬休みはとても忙しいです。そうですか。今日も忙しいですか？今日？あ、いいです。あ、そうですか。映画のチケットがあります。どうぞ。どうも。あ、すみませんけど、そのチケットもいいですか？え、このチケット？ああ。どうもありがとう。じゃあまた。 あの、太田さん、誰と映画に行きますか？ボーイフレンドと行きます。ボーイフレンド？すみません、何ですか？コンサートのチケットです。あ、ボーイフレンドがいますね。ボーイフレンドと映画に行きます。太田さんはボーイフレンドと映画に行きます。トレイシーさんです。トレイシーさんはお母さんと買い物に行きます。ダグラスさんです。ダグラスさんはご家族とスキーに行きます。メリサさんです。メリサさんはパーティーに行きます。アダム君、誰とパーティーに行きますか？
ボーイフレンドと行きます。そうですね、ボーイフレンドとパーティーに行きます。 That doesn't mean she's going and her boyfriend. It means she's going with her boyfriend. ボーイフレンドと行きます。 Sometimes と means and sometimes with. And if you have an and a with in the same sentence, you'll have two tos. 私は父と母と日本に行きます。父と母と行きます。じゃあこれは誰ですか？これは私の家族じゃないです。親戚じゃないです。スーザンさん、これを読んでください。友達。はい、友達です。友達です。友達です。皆さん、友達ですか？いえ、違います。あ、そうですね、友達じゃないですね。スーザンさんとクリスティさんは友達ですね。はい。あ、友達です。じゃあスーザンさんはクリスティさんと授業に行きますか？はい、クリスティさんといらっしゃいに行きます。あ、日本語の授業に行きますね。And the great thing about being friends is all the great things you do together and the places you go together. クリスティさんは夏休みにスーザンさんとどこに行きますか？イタリアに行きます。イタリアに行きますか？それはいいですね。この高校生は友達と学校に行きますね。この写真を見てください。これは誰ですか？私の友達です。ああ、クリスティさんの友達ですね。クリスティさん、この友達とどこに行きますか？私はリザンとモントリアルに行きます。ああ、リザンさんとモントリオールに行きますね。じゃあこれは誰ですか？僕の友達です。あ、フランコ君の友達ですね。フランコ君、友達とどこに行きますか？私はメヒコ。あ、メキシコ。メヒシキコに行きます。に行きます。あ、そうですか。この友達とメキシコに行きますか？あ、そうですか。じゃあ友達ですか？僕の、あ、すみません、いえ、友達じゃないです。弟です。あ、弟さんですね。はい。じゃあアダム君、弟さんとどこに行きますか？コンサートに行きます。あ、そうですか、コンサートに行きます。じゃあこれは誰ですか？私は母。あ、スーザンさんはお母さんですか？私の母。あ、スーザンさんのお母さんですね。ふし。じゃあ、スーザンさん、お母さんとどこに行きますか？母と買い物に行きます。あ、そうですか。買い物に行きますね。So it looks like everyone has somewhere to go, but me.ティム先生、私と映画に行きませんか？あ、どうぞ。どうも。映画のチケットですね。どうも。私は友達と映画に行きます。Tim, I fixed your computer. Now you can get back to work. Oh, どうも。私？はい、わかりました。じゃあ私は仕事に行きます。映画に行きません。あ、じゃあフランコ君どうぞ。でもありがとう。いえ。 Oh well, it's back to work for me, and it's actually goodbye to all of you. はい。あ、
You've all been excellent students and have learned the language well. Keep up the good work and keep practicing Nihongo. And we'll see all of you back soon for more Irasshai as we venture further into Nihongo. Ja, minasan, sayonara. Sayonara. Hiragana desu. 鉛筆と紙を出してください。そして、は、ひ、ふ、へ、ほを書いてください。はを書いてください。は。The comedian that makes you go, ha, ha, ha. は。First the mic stand, then the comedian's arm, then the comedian standing on a box.Mic, arm, comedian, box. Ha, ha, ha. He. He, he, he. He. Left side of mouth, big grin. Right side of mouth. Left, grin, right.He, he, he. Fu. Fuji-san. Fu. Fuji-san erupting smoke and lava. Smoke, lava, left, right. Smoke.Lava, left, right. He. Pointing up toward the heavens. He. The mountain with a long right slope. Or maybe it's a haystack. Pointing toward the heavens.He's holding a hoe. Ho. First the hoe, then a cap, then some shoulders, then a farmer standing on a mound of dirt. Ho, cap, shoulders, farmer, mound. One more time. Ho.Cap, shoulders, farmer, mound. じゃあ紙と鉛筆がありますか？ひらがなを書いてください。じゃあスーズンさんお願いします。じゃあはじめましてを書いてください。はじめまして。は？は？じ？じ？はじめねままはじめましてしはいてはいはじめましてはいはじめまして Probably the only one I would change is me which has these chopsticks which are a little more verticalIn a bowl with no mess. はじめまして。はじめまして。はじめまして。こんにちは。こんにちは。じゃあ、こんにちはを書いてください。こう。こう。こんにちは。はい。こんにちは。ちはい、わ which is spelled ha はいはいこんにちはスーズンさん誕生日はいつですか8月15日ですですああそうですか8月15日ですかじゃあ誕生日を書いてくださいた、た、たん、
じょ。はい。じ。じょう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 。はい。じょうび。び。はい、そうです。誕生日。じゃあ、食べます。を書いてください。食べます。食べ、スペルヘ、はい。べ、ま、ま、す。はい、そうです。食べます。except べ、this べ part is a little bit longer on this end. 食べます。スーサンさんは誕生日に何を食べますか？ケーキを食べます。あ、そうですか。じゃあ、誕生日おめでとうございます。どうもありがとう。誕生日のケーキです。誕生日。私の誕生日はもうすぐです。何が欲しい？スーサンさん。財布が欲しいです。お、書いてください。さ、さ、財、い、はい、財布、ふ、財布が、が、which is か、はい。が、財布が欲しいです。ほ、はい、財布が欲しい。し、い、い、はい、欲しいです。です。You got, はい。This is 財布が欲しいです。Oh. はい、財布が欲しいです。はい、そうです。財布が欲しいです。じゃあ、スーザンさんは誕生日に何が欲しいですか？洋服を、洋服し欲しいです。あ、洋服が欲しいです。ああ、そうですか。洋服が欲しいですか？じゃあ、どうぞ。どうも。洋服です。何ですか？あ、洋服です。じゃあ、スーサンさん、どうぞ、書いてください。洋服が欲しいです。よ。よ。よ。which is よう。よ。ふ、く、く、が、洋服が、が、ほ、欲しい、し、です。です。洋服が欲しいです。あ、そうですか。はい、よくできました。じゃあ、さようなら。さようなら。Today on Irasshai, we reviewed how to talk about your vacation, and we learned a new particle, to.With. Now you can say whom you're going with on your vacation and what you're going to do together. じゃあ、アダム君、弟さんとどこに行きますか？コンサートに行きます。じゃあ、スーサンさん、お母さんとどこに行きますか？母とカモノに行きます。
すみません。明日忙しいですか？明日？いいえ。あ、そうですか。コンサートのチケットがあります。私は明日、うちの引っ越しがあります。コンサートに行きません。コンサートのチケット？はい。ティム先生、私は明日のパーティーしません。明日いいですよ。私も買い物に行きません。明日いいんですよ。あ、そうですか。うん、じゃあ明日うちの引っ越しいいですか？引っ越し？じゃあ明日。朝7時半からです。どうもありがとう。まったくもう引っ越し。じゃあコンサートのチケットどうぞ。どうもありがとうございます。コンサートのチケットですね。すごいですね。Well, everyone, thanks for watching. See you next time. じゃあ皆さんさようなら。